ポンティアックはアメリカ合衆国ミシガン州南東部オークランド軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。2010年国勢調査での人口は59,515人だった。デトロイト大都市圏に属している。市名はポンティアック州庁から取られた。市の歴史はゼネラルモーターズのフィッシャーボディ工場、ポンティアック東組立工場。 ポンティアック自動車事業部など自動車製造工場で知られており、最盛期には著名車種のポンティアックが作られ、市の名前を採用された主要組み立て工場だった。過去にはオークランドモーターカー社もあったが、1909年にゼネラルモーターズに買収された。1975年から2002年までナショナルフットボールリーグの賃貸契約及び、 市営駐車場の一年間利用と引き換えに、賃借料を無料にするものである。この計画で、中心街に新しく52の企業を誘致することになる。2011年9月には、ミシガン州経済開発局によって、中心街に多目的開発とロフト住居を建設する案が発表された。この開発で新たに2040万米ドルの投資を、生み。 107人分の雇用機会を創設すると見込んでいる。2012年1月26日、ウエストコンストラクションサービシーズが中心街にあるモトシアーズのビルをラファイエットプレイス露ツのために改築改修を始めた。これは中心街における約30年ぶりの大規模建設投資となった。 床面積8万平方ヒートのこの計画はエネルギー環境デザインリーダーシップが認証する住宅商業多目的開発であり46個の都市型賃貸ロフト住宅生鮮食品店とカフェエニタイムフィットネスセンターで構成されている2012年の間に建設が進行し12月に住宅と店舗がオープンしたアメリカ合衆国国政調査局によれば 地域全面積は20.28平方マイル。この内陸地は19.97平方マイル。水域は0.31平方マイルである。東と北はオーバーアンヒルズ市、北はレイクアンジェラス市、西はウォーターフォードタウンシップ、南はブルームフィールドタウンシップに接している。元のポンティアックタウンシップには現在のポンティアック、レイクアンジェラス、 オーバーアンヒルズ各市が含まれていた。このタウンシップは1983年にオーバーアンヒルズ市として法人化された。タウンシップは存在しなくなったが、土地利用目的の測量を区画タウンシップとして現在も使われている。ポンティアックは出順大陸性機構にある。市内はポンティアック市教育学区に入っている。高校はポンティアック高校1校である。かつては2校あったが、 2009年に統合された。現在プログラミング学校のインターナショナルテクノロジーアカデミーと提携しており、ここに進学するには平均点3.0が必要である。学区内には約6200人の児童生徒がいる。チャータースクールが4校あり、市内と周辺市住民に選択肢を提供している。ノートロダム進学予備高校は私立カトリック系の学校であり、 市の北東部にある。ポンティアック市はアーツ、ビーツ、イーツ祭りを開催することで近隣に知られている。この夏祭りは2010年に会場を近隣のロイヤルオークに移した。著名なウッドワードアベニューでは北端にあたる。この通りは1950年代と1960年代に若者が巡回し改造車でドラッグレースを行うことで人気があった。 毎年開催されるウッドワードドリームクルーズの参加者は、ポンティアックからデトロイまで広がっていた。中心街は、クラブビジョン、トニック、クロフットなど、ナイトクラブや音楽会場があり、そのナイトライフで知られている。国内で知られた幽霊屋敷が2つある。すなわちレルム・オブ・ダークネスとエレバスである。レルム・オブ・ダークネスはアメリカで最良の幽霊屋敷に選ばれたことがある。 エレバスは4階建てであり、2005年から2009年の間は世界最大の幽霊屋敷とされていた。市内にはモータウンモーションピクチャースタジオがあり、元はローリーミシガンスタジオと呼ばれていた。ワシントン州スポケーンを舞台にした映画レッドドーンを2012年にリメイクした時に撮影現場に使われた都市の一つだった。また、 竜巻災害をテーマにした2012年の映画、ブラックスカイでも中心街が撮影現場になった。2013年のファンタジー冒険映画、オズ始まりの戦いは、モータウンモーションピクチャースタジオで撮影された。トランスフォーマー、ロストエイジがこのスタジオで撮影された最新の映画で、あり、市内でも多くのシーンが撮影された。市内には、ミシガンホールンヒーローズ記念碑がある。 テレグラフ道路近く、オークランド軍政府復興ビルの中に入っている。全国的な旅客鉄道運行会社であるアムトラックが、ポンティアックからデトロイトとバトルクリーク経由でシカゴまで、ウルバリン号を運行している。1日3往復が運行されている。ポンティアックからデトロイト中心街までの通勤列車は、グランドトランクウェスタン鉄道、さらに後には、サウスイースタン、 ミシガン交通局が運行していた。しかし1983年10月17日で廃止となった。今日でも復活させる試みがある。グランドトランクウェスタン鉄道は一級貨物鉄道会社であり、ポンティアックの自動車産業のために大型の操車場を運営している。カナディアンナショナル鉄道の重要な子会社であり、そのシカゴ事業部の大半を構成している。 現在は、ミシガン州、オハイオ州、インディアナ州、イリノイ州で運行しており、ポートヒューロンからシカゴまでの本線を形成し、デトロイトやオハイオ州トレドにも行っている。オークランド軍国際空港は、ポンティアック市と周辺地域のために、コミューター路線を運行している。以前は、ポンティアック市が所有し、ポンティアック市空港と呼ばれていた。実際には隣接する。 ウォーターフォード軍区の中にあり、ポンティアック市とは地続きではない。地域交通のための郊外交通局が地域のバス便運行を担当している。市内の大通りは、ウッドワードアベニュー、ヒューロン通り、テレグラフ道路である。ウッドワードアベニューの一部はかつて詐欺の大通りと、ワイドトラックドライブと呼ばれていた。ミシガン州上院では、第12選挙区に属し、2014年時点で、 共和党員を選出している。会員では第29選挙区に属し民主党員を選出している。連邦議会会員ではミシガン州第9選挙区に属し民主党員を選出している。現時点では州が緊急財政マネジャーを押し付けているために市長にはほとんど権限がない。2009年ミシガン州政府は日々の行政と 財政的決断を行わせるために、緊急財政マネージャーを指名した。この地位は、通常の抑制と均衡の対象とならず、再選を求める必要がない。初代マネージャーと、第2代マネージャーは、ジェニファー・グランホルム州知事から指名され、任期は1年未満だった。第3代かつ、現職のルイス・シンメルは、ディック・スナイダー州知事から指名された。 年給は15万米ドルであり、以前はミシガン一般法4号の下で緊急マネジャーを務めていたが、2012年11月に一般法4号を撤廃すべきかを問うた、州全体の住民投票までの暫定期間に、地方緊急財政補助過失計委員会により、緊急財政マネジャーに指名された。予算の収支バランスを取るために、州が指名した緊急マネジャーは、 労働組合の契約を劇的に改定し、パーキングメーターなど、市の資産を売却し、公共事業の大半を民営化した。オークランド軍保安官事務所が全警察機能を担当し、ウォーターォードタウンシップが消防機能を担当した。ポンティアック氏は、水処理プラントを5500万ドルで売却した。ゴミ収集、動物コントロール、重要記録、通りの保守は外注している。 市役所で働いている多くの者のは外部の会社が雇用している。市が給与を支払う職員は600人から50人に減少した。かつて2200万ドルの価値があったシルバードーム球技場は58万3000ドルで売却された。緊急マネジャーは市の年間支出を5700万ドルから3600万ドルまで削減し、長期負債のほぼすべてを消した。 シンメルはその任務がほとんど終わったと言っており、選挙で選ばれた役人に権限を戻す計画があると語った。現在の選挙で選ばれた役人には限られた意思決定権限しかない。市政委員会は毎週会合を持つが、公式の実務は遂行できない。委員会の初めにパブリックコメントは許されるが、市民一人当たり5分間に制限され、会議が始まる前に、 カードの提出を求められている。委員7人は人口を等しく分割した小選挙区から選ばれている。任期は4年間である。ありがとうございます。